こんにちは、アロマの学校マジの館です。私の簡単なプロフィールこんな感じです。今もスクールでアロマテラピーをずっと教えています。今日は AAJ のテキストの中のアロマテラピーのメカニズム、つまり精油っていうのはどのようにして体内に入っていくのかなっていうところをお話ししたいと思います。ちょっとね、解剖生理学みたいな感じになってきて、ややこしいっていうか、めんどくさいカリキュラムなんですけれども、まあね、これを知らないと、アロマテラピーってどうしてこんな風にして効くのかな、アロマテラピーって何なのっていうところがね、曖昧になってしまうので、頑張ってお付き合いください。精油が体内に入っていくルートとしてはね、2つあるんです。1つはこの嗅覚、鼻から入っていく分と、それからもう1つは皮膚ですね。マッサージをすることによって、この皮膚のとこ、全身とかね、一部分のハンドマッサージとかでもいいんですけれども、そういった形で皮膚から入っていく、もうその2つのルートがあります。今日は1つ目のこのお鼻から入っていく嗅覚のルートについて、説明したいと思います。まず嗅覚って何っていうところから入っていきたいんですけれども、そんなもん知ってるわ、匂いを感じるところでしょっていうようなね、声が聞こえてきそうなんですけれども、まあ確かにそうなんですよ。まあ五感のうちの1つですよね。五感というのは視覚、聴覚、それから触覚で嗅覚と味覚なんです。で、それぞれが私たちが生きていく上で、私たちがそのどのようなね、この外部、どのような環境の中にいるのかとかね、どういう状況にあるのかっていうのを体の内部に知らせてくれるものなんですね。で、まあ体の内部っていうのはつまり脳なんですけれども、脳に伝えて、今こんな状況だからね、どうしたらいいのみたいな、そうすると脳がね、じゃあこうしなさいよみたいな指令を出すっていうような、形になっています。この五感っていうのは2つのグループに分けることができるんですよ。視覚と聴覚と、それから触覚、それから味覚と嗅覚、この2つのグループに分けられるんですけれども、この前半のこの3つね、視覚、聴覚、触覚の物理的感覚から、この味覚と嗅覚っていうのは科学的な感覚っていうふうに言われてるんです。もちろん検定級ではこんなことは覚えなくてもいいんですけれども、まあ、そういうふうにグループ分けされてるんです。重要なのは科学的感覚の嗅覚と味覚なんですけれども、科学的っていうのはどういうことかというと、化学分子が鼻の中に入ってきて嗅覚の細胞にひっつくまでは何の匂いかわからない、あるいは化学分子が舌の上にある味覚の細胞にひっつくまでどんな味かわからないというものなんですね。まあ、具体的に言うとね、遠くの方にラベンダー畑があって あそこにラベンダー畑あるなっていうことは目で見てわかるじゃないですか。でもその時点でラベンダーの香りはしませんよね。それでとことこ歩いていって、ラベンダー畑の中に入っていったら、うわーっとね、こうラベンダーの香りに包まれる。そんな経験したことないですか？あるいはね、めっちゃ高級なレストランに行ってね、で、なんかこう見たことのないものがね、もうこれ当店おすすめのものなんですってこう出された時に、見るだけでは味わからないですよね。その食材を構成している化学分子があなたの舌の上の味覚の細胞に乗った時に初めて、ああこれめちゃくちゃ美味しいわって感じるわけなんですよ。つまり化学分子がひっつくことによって起きる感覚、それが化学的感覚って言われていて、これが嗅覚と味覚です。で、アロマテラピーのその嗅覚の方に話を戻しますとですね、精油の小さな瓶あるでしょ、ボトル、あの中にはものすごく小さな分子がいっぱい入ってるんです。だいたい100種類から200種類ぐらいって言われてるんですけれども、でそこのこう蓋を開けると、そこからふわふわふわっとね、香りの分子が飛んでくるんですよね。で、私たちの鼻の中に入ってくる。そうすると鼻の奥のところにはね、球状皮っていうものがあるんです。で、それがまあ粘膜なんですけれども、表面にネバネバの、ね、粘液を、ね、こう出している。で、そこに香りの分子がピチッとひっつくんですね。で、多分ひっつきやすいようにネバネバしてるんじゃないかと思うんですけれども、球状皮の中には球細胞という細胞があるんです。で、その球細胞はこう細胞のね、上と下にこうちょっと突起を出してるんですけれども、その下の方の突起の先っぽには毛がね、もう細い毛がいっぱいついてるの。で、それを球繊毛っていうふうに言ってるんですけれども、その球繊毛が先ほどお話ししたあの粘液のところ、球状皮の粘液のところにこう全部出てるんですね。で、そこに香りの分子がこうふわふわ飛んでくるでしょう。そうするとその粘液にひっついて、その球繊毛のところにつくわけですよ。それをすると嗅繊毛はそれをキャッチするんだけれども、でもこの嗅繊毛ね、何でもかんでもね、香りをキャッチするんじゃなくてね、それぞれの嗅繊毛がね、担当している区域があるんですよ。で、この香りだったらあなたのところよねって、この香り私よねみたいな感じでね、振り分けられるんですけど、でそれで自分の担当の香りの分子が飛んできた時に、ここでカチッとわけですよね。そうするとその情報が伝わって、今度先ほどの嗅細胞上に伸びていく方の突起、でこれが嗅神経に変わるんですけれども、そこに伝わるんです。で、その段階でね、化学分子だったのがね、
電気インパルスっていうのに変わるんです。電気信号ね。なんで変わるのって言うとね、電気ってすっごい速いでしょ、スピードが。だから情報をさっさと伝えないと死んじゃうことだってあるわけですよ。なのでとにかく情報を早く伝えなければいけないっていうので、神経細胞っていうのは電気インパルスで伝わるようになってるんですね。例えば縄文時代だったら、獣の匂いがしたらね、すぐに逃げなきゃやばいでしょ。なんか獣の匂いがしますって言ってのんびり脳に伝えてて、じゃあ逃げなきゃやばいよねって言って脳が体を移動させるように指令を出して、じゃあ逃げよなんてのんびりやってたらね、その間にもう食べられちゃいますよね、やられてしまいますよね。だから情報は速やかに超高速で伝えられるように電気信号に変わるんです。で、先ほどの嗅覚に戻りますけれども、そうやって受け取ったね、情報っていうものはそのまま脳へ入っていきます。神経細胞のその神経繊維になったところね、神経繊維とかいくつかこう束になって、で脳のところへ入っていくんです。で、一番最初にたどり着く脳の部位がどこかっていうと、テキストのイラストを見てもらったら分かると思うんですけれども、嗅球っていうところです。で、楕円形のような形をしていてね、脳の中でも一番この外界に近いところなので、これを別名飛び出た脳とも言うんですね。ということは嗅覚っていうのは五感の中で一番早く脳に伝わる感覚なんです。そんな風にして脳に入ってきた嗅神経っていうのはめちゃくちゃたくさん集まって糸球体っていうものを作るんです。で、そこである程度情報処理された後、さらに奥の脳のところの、嗅皮質、これは嗅覚皮質とも言われてるんですけれども、そこに伝達されます。そこから香りの情報は3つのルートに分かれて、それぞれの役割を果たすところに運ばれるんですけれども、このルートに関してはもう本によってね、いろいろなんですよ、諸説あるんです。でも今回はとりあえず公式テキストに掲載されているもので説明します。一つ目のルートなんですけれども、扁桃体から視床下部へ伝わる。で、扁桃体っていうのは何かっていうとね、好き嫌いをとっさに決めるところなんです。香りの好き嫌いもまずここで判別されます。よくね、その人は別にその自分にとって悪いこと何もしないし、いい人なのに生理的に受け付けないっていう人いません？あれは扁桃体のなせる技なんですよね。好きだったら寄っていくし、嫌いだったら遠ざかる。そういった行動にも関わってきます。この扁桃体からその下の視床下部のところに情報は伝わるんですけれども、じゃあ視床下部は何をしているかっていうと、体の中で働くね、ホルモンとか、それから神経とか、あと免疫系ですね、そういったところが自然に整うようにしてくれたりとかするんです。2つ目のルートとしてはね、前頭葉、この前のところですけれども、ここに伝わるものを考えるところですね、そこに伝わるルートです。他の嗅覚以外の視覚とか聴覚とか、そういうところも全部一緒にね、なって協力して、その香りは何なのかなっていうのを特定していくんですね。例えば嗅覚の情報が先に入って、この香りなんだろうって思って、視覚の方からなんか紫色の花が見えるみたいな感じになってきてね、で、あ、この花の形ってなんか知ってるような、あ、そっかラベンダーだみたいな感じ、そんな風にして伝わります。3つ目のルートとしては、記憶を司っている海馬。もう今結構海馬有名だからよく知ってるでしょ。認知症の予防とかね、そういうところによく出てきますけれども、海馬っていうのは記憶の貯金箱って言われてるんです。例えば街の中を歩いていて、ふっと知らない人とすれ違ったんだけれども、その時香りがしてきた。え、これ何の香りだろう、なんか知ってるみたいな感じで、そこからこう海馬が働くんですよ。そうするとずっと忘れちゃってた、昔の彼氏が使ってたコロンジャンみたいな感じで、嫌な思い出しか残っていない、あいつがつけてたコロンジャンで、今更ながらね、もっぺん腹が立ってきてムカムカするみたいな、そんな感じないですか？ないかな。じゃあまあね、2つ目の例として、私の娘がね、大学受験をするとき、この匂いを嗅ぐとね、頭がすっきりしてね、記憶がどんどん蘇ってくるからね、絶対受験は成功するよって言って、私はローズマリーを持たせたんですよ。まあ一種の暗示ですね。めっちゃ怖かったですよ。だってその受験にもし落ちたら、うちの娘はローズマリーの香りを嗅ぐたびに、あ、私は大学受験に失敗したダメな人間だっていうことをね、思い出すわけじゃないですか。でもまあおかげさまで合格しましたので、その暗示はうまく働いてくれたんだと思うんですけれども、今でもね、ローズマリーの香りを嗅ぐと、あの試験会場を思い出すっていうふうに言っています。で、認知症っていうのはね、この海馬のところがどん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 萎縮していくらしいんですよ。だからいろんなことを全部忘れていっちゃうのね。今3つのルートを説明したんですけれども、この嗅覚に関わるルートの中の器官、その中でも扁桃体と海馬、これを大脳辺縁系っていうふうに言っています。
で、大脳辺縁系っていうのはね、この扁桃体とかね、海馬とかね、視床下部とかね、そんな風に臓器につけられた名前ではないんですよ。そのあたり一体を大脳辺縁系って言うよっていう風になってます。で、まあ、なぜ大脳辺縁系っていう名前がついたのかっていうのはね、ここで喋ってるとね、もう時間ものすごく長くなってしまうので、検定1級に関してもこれは必要ないので、大脳辺縁系っていう名前だけを覚えておいてください。それには海馬と扁桃体が含まれるようだけでいいです。ということで本日は精油がね、嗅覚から入っていくルートとして、まあ、嗅覚、それから脳の構造についてお送りいたしました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。本日もご視聴ありがとうございました。